こんにちは、スパオです。前回の動画でお伝えした通り、しばらくスパコがお休みになるので、当面は私の方でお届けしたいと思います。編集が拙い部分もありますが、その分内容で勝負しますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。今回は新商品のスイーツと、この時期おすすめのアイスを中心にご紹介したいと思います。ではどうぞ。まずはじめにご紹介するのがこちら、コスモフーズのチョコミントパルフェです。コスモフーズは大ヒットしたローソンのプレミアムロールケーキやバスチーを作っている会社さんで、洋菓子を中心にコンビニスイーツの開発製造を得意とするメーカーさんです。今回のチョコミントパルフェは、ミントクリームの鮮やかな色が映えるこの時期ぴったりな清涼感を感じる一品です。こういうミント系のスイーツを買うときに、必ず着色料に何が使われているかを見るんですけど、このミントパルフェは天然着色料の口なし色素でした。中身なんですが、上からチョコソースのかかったミントクリーム、ココアのスポンジ、中段にホイップクリームがあって、一番下にもう一度ココアスポンジが入っています。蓋を開けた瞬間からミントの爽やかな香りがしました。一口食べて感じたのが、甘さのバランスがとてもいいです。下のココアスポンジしかり、ホイップクリームしかり、全体的に甘さ控えめなので、上のミントクリームの風味が際立ちます。上のミントクリームの中にはチョコチップが散りばめられているので、どこをすくってもチョコミント感をバッチリ味わえます。食べ進めていくと、徐々にミントクリームの香りがぼやけていってしまうので、冷たいうちに食べきってしまう方がいいでしょう。それを踏まえた上で、個人的おすすめなのが、冷凍庫で冷やしてアイスケーキのようにして食べることです。よりミントの香りが際立って、最後まで香りがぼけることなく楽しめます。次にご紹介するのがこちら、成城石井自家製のフレッシュ台湾パインとキウイの紅茶ゼリーです。成城石井オリジナルのアールグレーの紅茶葉を煮出したゼリーに、甘みが強い台湾パインと大ぶりカットのキウイフルーツが入っています。そして底の方にはマンゴーとパッションフルーツを合わせたフルーツゼリーが潜んでいるという、紅茶とフルーツを一度に楽しめちゃう贅沢な一品です。パインやマンゴーといった主張強めのフルーツたちを、アールグレーの香りとかすかなビター感で受け止めてくれています。そのバランスがすごく良くて、いろいろな楽しみ方ができるゼリーです。台湾パインは一時期スーパーの果物売り場から消えたこともあるぐらい大変話題になったフルーツです。フィリピン産と比べると芯まで食べられたり、えぐみも少ないので、お子様にも大変喜ばれています。そんなパインも間違いなく美味しいんですが、それ以上にこのマンゴーゼリーがとっても美味しかったです。パッションフルーツのピューレも入っていて、華やかなアールグレーの風味と、このマンゴーとパッションのすごいトロピカルな感じがとても美味しかったです。2種類のゼリー、2種類のフルーツを楽しめるので、食べ応えもバッチリです。次にご紹介するのが、成城石井オリジナル瀬戸内レモンのハニーレモネードです。成城石井95周年の四季プロジェクトの第1弾として登場した瀬戸内レモンを使用した上品なレモネードです。瀬戸内はレモンの栽培には大変適している土地で、広島県のレモンの栽培量は日本一と言われています。酸味の奥にある甘みや旨味が特徴です。この瀬戸内レモンのレモネードは、甘すぎない、酸っぱすぎない、でも物足りなさを感じない、レモンの酸味と甘さのバランスがかなり秀逸です。甘み付けも砂糖ではなくて蜂蜜だけを使用しているので、変に甘すぎない自然な甘さを感じます。個人的に甘すぎると結局後でお水を飲みたくなったりしますし、酸っぱすぎてもなかなかグラスが進まなかったりするんですけど、その辺のバランスがバッチリです。容器もアルミパウチのストレートタイプなので、冷蔵庫でも場所を取りすぎないのも、また捨てやすいのもいいと思います。若干お値段はするんですが、味のクオリティは高いです。貴重な国産レモネード、これからの暑い時期にはぴったりです。続
続いてご紹介するのが成城石井自家製長崎県五島産紫芋のスイートポテトです。こちらも先ほどの四季プロジェクトの商品で、今回は第2弾を飾る長崎離島編から発売された五島産紫芋を使ったスイートポテトです。長崎県の五島市は九州の最西端に位置していて、11の有人島と52の無人島で構成されています。自然環境豊かな五島市はさつまいもの名産地でもあるんです。今回は通常のさつまいもではなくて、紫芋を使った彩りも鮮やかなスイートポテトです。綺麗な色をしている紫芋は通常のさつまいもよりも甘いと思われることもあるんですけど、比較的甘さが控えめなものが多い品種です。通常のさつまいもと比べるとアントシアニンやビタミン C などが豊富に含まれているので、栄養面でも嬉しいポイントがたくさんあります。そんな紫芋のスイートポテトは上品な甘さが特徴です。こちら紫芋ペーストにサワークリームを練り込んでいるので、コクと後引きのいい甘さと酸味がとてもいいバランスに仕上がっています。食感はしっとりというよりホクホク食感のスイートポテトです。そこの黄色い部分はクッキー生地なんですけど、こちらバター感が控えめなので食べた後の罪悪感だったり脂っこさがないのは個人的に嬉しいポイントです。全体的に余計な味付けをしていないので、紫芋の繊細な味わいを楽しめると思います。次に成城石井で買えるおすすめのアイスを3つご紹介します。まずはじめに成城石井オリジナル濃い甘おいちごのアイスクリームをご紹介します。こちら香料、合成着色料、乳化剤、安定剤不使用の素材を楽しめるアイスです。いちごは福岡県産の甘おいちごを使用しています。アイスクリームの濃厚さと口どけ、甘おういちごの果実感と酸味の相性が抜群でした。甘おうは果肉感があるタイプなのかと思いきや、中にはいちごのつぶつぶが見えるほどでした。ただ見かけに反して濃厚ないちご感を存分に堪能できました。夏場はフルーツ系のシャーベットだったり、冬場は濃厚タイプのアイスを食べたくなると思うんですけど、このアイスは濃厚なアイスクリームの質感といちごの濃いフルーティーさの両方を味わえる、かなり完成されたアイスクリームだと思います。クリーミーなアイスってなかなか夏場に食べるのは難しいかなと思ったんですけど、甘おうの酸味が後味をかなりさっぱりさせてくれてます。春夏春冬オールシーズンにおすすめな、まさに迷ったらこれなアイスです。こちら一押しです。次が大仙乳業の白バラプレミアムラムレーズンです。私も大好きな白バラ牛乳と同じ生乳を使用したミルクの美味しさを感じるアイスクリームです。砂糖の他に加糖練乳も使用しているので、結構しっかりとした甘さを感じました。ラムレーズンは中に細かく刻まれたものがたっぷり入っていて、結構ラムの風味も甘めも強めに感じました。なのでラムレーズン好きにはたまらない一品だと思います。ラムレーズンしかりアイスしかり、全体的に濃厚さが際立つ大人のアイスといった印象です。甘さとクリームのコクがそれなりに強いので、甘さが控えめなビスケットなんかを添えるとよりバランスよく楽しめると思います。お酒好きな方はハードリカーと合わせるのもおすすめです。ラムの芳醇さがいい橋渡し役になってくれると思います。そして次にご紹介するのが成城石井オリジナルプレミアムチーズケーキアイスです。成城石井人気ナンバーワンのデザートプレミアムチーズケーキをアイスにした一品です。
そんなチーズケーキのアイデンティティを随所に感じられる成城石井ならではのアイスです。プレミアムチーズケーキの特徴でもあるホロホロ食感のクッキーシュトロイデルも再現されていて、これがザクザクで食感のいいアクセントになっています。ベースのアイスはアーモンドが効いているので、ナッティーな風味がプレミアムチーズケーキらしさをより感じさせてくれました。上に乗っているレーズンも冷凍されても硬くなりすぎずで、相応の果肉感を感じました。そして下のアイスの部分なんですけど、プレミアムチーズケーキとも、またカップデザートの生プレミアムチーズケーキとも少し印象が違う、ややレアチーズ寄りの酸味を感じました。ミルキーな生乳とチーズのコクはあるんですけど、変に濃すぎない甘さなので、この酸味が後味のさっぱりさにかなり貢献していると思いました。香料不使用なので、その辺の自然な風味も食べ飽きないポイントになっています。総じてコク深い甘さの余韻が長いアイスなので、無糖のアイスティーや無糖のブラックコーヒーなんかと合わせたら、より後味さっぱりと楽しめます。次にご紹介するのが、私個人的にもおすすめな自家製のコーヒーゼリーです。成城石井自家製のデザートを語る上で外せないのがこちらの商品。長きにわたって成城石井のデザートコーナーを支える超ロングセラーの一品です。一般的なコーヒーゼリーって、コーヒーゼリーの上に生クリームだったりアイス、コーヒーミルクなどをかけたりするんですけど、成城石井のコーヒーゼリーはミルクの部分もゼリーになっているのが特徴です。コーヒーには苦味と香ばしさが特徴のチューブ化入りのアラビカ種を使用しています。そしてミルクゼリーには北海道産生乳をたっぷり使用していて、甘くてトロンとした食感が特徴です。コーヒーの部分は甘さが控えめなので、チューブ化入りらしい苦味と香ばしさを感じる、コーヒー漬けにも嬉しい本格派無糖コーヒーといった風味を味わえます。ミルクゼリーで甘さを出しながら全体のバランスをうまくとっている印象です。暑い夏に食べたくなるおすすめの一品です。そして最後にご紹介するのが、成城石井自家製濃厚マンゴープリンのパッションフルーツゼリーがけです。こちらマンゴープリン、カットされたマンゴー、そしてパッションフルーツゼリーが入ったマンゴー好きにはたまらない一品です。パッションフルーツのゼリーはふるっと弾力のある食感で、酸味が控えめ、パッションらしいトロピカルな味が楽しめます。こちら甘さがそれなりにあるので、これだけでも十分美味しいです。そして一番下のマンゴープリンは滑らかな舌触りで、出しゃばらないココナッツピューレのコクも濃厚な食感に貢献しています。コクはあるんですけど、ゼリーに比べると甘さは控えめです。そして一番上には完熟に近い甘さのカットマンゴーがゴロッと乗っています。成城石井のこの手のカップデザートはフルーツが美味しいんです。とろっと舌で押しつぶせるくらいのマンゴーはフレッシュ感抜群です。ゼリー、プリンと蜂蜜や砂糖の甘さが続く中、こういった果物の自然な甘さが味わえるのは個人的にお気に入りです。夏に食べたくなるスパコも大好きなカップスイーツです。今回はこちらで終わりです。インスタグラムも日々更新しているので、ぜひ遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。